そういういいももんななのかもしれないです、ね、よく私が授業中ですけどある落語家さんがあの書さんに言われたのがあんたは頭いあの落語界で頭いい」と「でも1たす1が2の世界ではないんだ」と「人間の心の機微」っていうのは1たす1が2にもなったり3にもなったり4にもなったりするんだと「落語の真髄ってそういうもんだ」っていうことを言ったって言うんですけどもまさしくあの仏教もそうだと思うんですよね。 やっぱり言葉っていうのは受け止めようによっていろいろ変わってくるわけであって逆に言えばあんまりこういうこと言うと私日蓮宗から怒られるかもしれませんけどやっぱり受け止めた言葉で救済救われるんであればそれは真理だと思うんですよねうんと思うんです、ね、だから結構私なんかこの矢島さんのやつをねこう読ませていただいてあの日蓮宗のお母さんの、えー、部分が出てくるんですけど あの,ね、のりをの味噌汁を飲んで亡くなった母を偲ぶあれは本当にあのまあ現代っぽく書いてあるんですけどもものすごく感動しましたよねまあ私も自分の母を送ってますのでああそうだよな、うん、やっぱ心を動かされるあの漫画の,その一つの一,つ一場面だったんです あれがやっぱ真理なんでしょうね言葉に救われるっていうのはすごく私も実感して私それこそ第1話の,あの女性が主人公のやつですけれども最愛のな旦那さんを亡くして自分も後を追うっていう時にですね悲しみこそが愛そのものなんだっていうところで私第1話から泣きそうになりまして。 早いですか。<laughs> いや、もう嬉しいです。ありがとうございます。ああいうセリフは。やっぱり。吉島さんが考えられるんですか。降りてきたんだよね。<laughs> <laughs> そう、ちょっと、覚えてない、んでそうかもしれないです。日蓮聖人が降りてきた <laughs>。<laughs> そんなこと言ったら、ちょっと、めちゃくちゃ怒られそう。<laughs> でも、絵がみんなイケメンですよね。<laughs> そう、まあ、そう、ちょっと、そうしたいなっていうふうには思って書きましたね。<laughs> でも絶対言葉一つ一つの重みというか、それによって救われるっていうのはある。本当に今の時代だからこそ響くのかもしれないんですけれども。あるなっていうふうに、まず最初に思いましたね。ありがとうございます。でもやっぱり一番最初にはと一番、まあ、なんかこう。あ、いいわーってなる話を持っていきたいなと思った。のがあります。 やっぱりまあ、ね、あのこういう、まあ、暗いニュースばかりではないですけれどもどうしてもこう世の中がちょっと落ち込んだりですねそれからあと、まあ、あの夢をちょっと諦めなきゃいけなかった人がいたりとか大好きな人を亡くしてしまったりとかっていうことがちょっとクローズアップされてしまう時代じゃないですかこういう時にこの本を出されたことのまあ意味といいますか。 800年ももちろんそうなんですけれども里島さんはどういう方にこの本を読んでもらいたいなっていうふうに思われてますかまあ仏教自体のね興味が広がってるんでそこへ興味が、ね、ある人たちに読んでほしいななんて思うんですけどやっぱり例えばねさっきのそういうふうにして日蓮さんが手紙だったりだとか言葉によってその悲しんでる人苦しんでる人を救うって言ったときにそのここ言葉自体も。 ある種その空じゃないですかそれでそれに対する認識も湧き上がった感情も空というか幻想でしかないじゃないですかだからそれに対してそういうふうにして言葉をかけたりしていく日蓮さんってある種カウンセリング的というかコーチング的であって。 それでカウンセリングとかコーチングみたいなものは本質的には意味がないっていうことをその仏教の教え自体は言ってた時にその日蓮さんがやってたことは方便として一回まずはそこで何て言うんですかね落ち着いた上でこういうふうな仏教の教えについて深く理解できるようになろうっていうのが日蓮が目指していたことなのか。 なんかそこら辺の具合っていうのが僕は結構なん,なんていうんですかねか考えてた時に日蓮はそういうのをどういうふうに思ってやってたんだろうなっていうのがあの、ま、日蓮小2の晩年の方はですねうん、うん、ものすごく人間臭いんですね、うん、だからもうそれこそ今おっしゃったように例えばあの息子に先立たれたお母さんの 話が出てくるんですけどこの息子自体は武士なんですね、うん、で、人を殺してるんですよ本来であれば人を殺した人間地獄落ちるじゃないですかでも母親としては自分の息子の救済っていうのを願うわけですよねでもどう頑張った人を殺してるからそうも考えられないあえてそれを日蓮証人手紙で聞いてるんですよそうすると日蓮聖人自体もそれに対して真,真摯に答えるんですね 確かに、まあ,あの、まあ、その,あのお手紙に書いてあるので言うとあり殺した人、あり殺したものも地獄に落ちるんだと、命なんだから。でも、よく考える。大きな岩ですら、普通だったら海の中で落としたら沈むけども、大きな船によってそれを渡すことができるじゃないか。だから、あなたがその死んだ子に対して、 年頃に供養することによって必ずその子は救済されるであろう。決して盗っ人の子は盗っ人じゃないんだと。なので、ましてやその死んだ,人死んだ息子自体も法華経の信仰を持ってたんだから必ず救われるんだからあなたが年頃に供養することによって必ず救済されるから安心しなさい。逆に言えばこの手紙をもらったその お,まあ、お母さんなんですけどその言葉でかなり、ね、救済されると思うんですよ、うん、どう頑張ったって救済されない救済できるよ多分その言葉が欲しかったんですよね、うん、お母さんがそれをやっぱ読み取るわけですよねだから実際問題として悩みをいやそれは失格だからこの時は,は治るよみたいな時が、ね、解決するよなんてそういうことは言わないんです日清書かなり寄り添うんですね そうですね、だから究極のの最近いうケアの人ですよ、うん、そうですだからさっき里山さんが言ったように確かにカウンセリング的なことをたくさんされてるんですよ。うん、病気で悩んでたあの女性に対してあの病気には大きな病気と小さい病気があると軽い病気と重い病気があると、うん、重い病気ですらお医者さんに会って急ぎき治療したら治るんだからだからちゃんとしっかりお医者さんに見てもらいなさいと。 実はあの日蓮聖人の檀家さん、まあ、檀のつっていいますけど、その中で薬学の知識にたけた武士がいるんですこの人に頼みなさいと。ただ、この人、なかなか偏屈なんで、私が仲介に入ると、なんだあの人だけって言ってへそ曲げちゃうから、私は今回、ノータッチできます。そうすると、その女の人、ああ、なんだこう、こ気味難しいなと思うじゃないですか。でも、またもう一歩、人間の気味に入るんですよ その人がそうやって思わないようにするす。実はね、あの人、この間来たときに、あなたの病気のこと、ものすごく心配しててと、だから、あの人に頼めば、絶対薬くれるか、やってくれるから、年ごろにお願いしなさいよ。だから、この人の心の機微に対して、ものすごく敏感ですごいアフターケアをするのが日蓮翔ですね。あの一休とかも かなり人間臭かったというふうにも言われてたりとかするじゃないですか。で仏教の教えを深く理解してった人が何てですかね人間臭いっていう言葉がぴったりの人へとなっていくこ,こ,これはその何て言うんですかね何か教えとか正しさ みたいなものでこうした方がいいんだよっていうふうに正しさを教えるんじゃなくてもう人殺したのも OK 殺してないのも OK ぜ全部その今のあなたがその苦しんでるんだったら寄り添うよみたいな全方位の形でいやあなたはちょっとさすがにそこまでしてたら救われないよとかって言わないっていう。 その完全全方位でケアできるようになるっていうこ,ことがある種究極の空を理解しているというか処方無我というかだからこそケアできるのか多分そうじゃないですかまあ,あの逆に言えばまあ日本的であり中国的にもあるんですけど道ができるんですよ、ね、道ができるんですよね武道とか。 まさ、うん、しく仏道が完成するんでしょうねそこでゆえにこうさこいみたいなそうなってくると僕は面白いなと思うのがえ遠藤俊作が描いたキリストっていうのが100%ケアする人なんですよね、うん、全然方位のうんあの私も宗教学の,じあの講義を持ったことがあってここのところで言ってたのはやっぱ世界仏教 っっていうのがやっぱそうですよねあの根幹最終的な根幹あの民族宗教だとその民族に対してスポットを当てるわけですけども世界宗教っていうのは一人間というものにスポットを当てるから性別であったり遅延であったり血縁であったりあのそういうものを全部彫刻していくわけですよねだから逆に言えばその一個人にまでスポットを当てるそこにスポットが当たるんでやっぱ世界宗教っていうのが完成するんである やっぱ仏,仏教というのも、故に全方位が、うん、カバーできる、故に世界宗教、まあ他の宗教とはちょっと違って、仏教は縁の思想ですからね、因果がありますから、因縁がありますから、原因があって結果がある、だからこの,あの本の中でも私があの一つだけ注文をつけたのは、運命って言わないでくれということを言ったんですね。運命っていうと、決まっちゃうんですよね。 ディスティニーでで仏教は違うんですよ自分がこういうふうにと机を叩いた。何なんで音が鳴ったか俺が叩いたからでしょ。私がよく言うんですけど、も最近あのホワイトボードなんてないんですけども、チョークを落とすと割れますよね。なんでこのチョークは割れたの俺が落としたからでしょ。原因があるから結果がつまりそれ縁の思想なんですね。これがちょっとあのキリスト教やユダヤ教とかイスラム教とかとちょっと違うんですけど。 あの、スティーブジョブスがそれに惹かれたっていうので、よく言われてますけども、だから、やっぱり、いろんな考え方あっても、やっぱ一個人にスポットを当てる。全方位をカバーできる。まあ、広角打法じゃないですけども、そういう風なのが、やっぱり感染に近いものの考え方になるんだと思うんですよね。うん、この本のタイトルがそのものは、あなたは尊いっていう。もう全部受け止めてくれるというような、すべてをこう。 認めてくれるというか許してくれるというかそんなふうにも捉えたんですけれどもあのこうお話伺っている間に時間がですね来てしまいまして <laughs> はいあのここからはですねあの本日ご来場いただいている皆様方やまたウェブで視聴してくださっている皆様方からのご質問を受けるお時間へと、えー、参りたいなと思うんですけれども会場の皆様からじゃまず伺いたいと思いますがいかがでしょう本日お三方ですね。 来ていただいておりまして、ぜひこの機会にお話質問があるという方いらっしゃいましたら、あ、ありがとうございます。ではマイクが参りますのでお待ちください。えー、この本をですね、えー、どういった方に読んでもらいたいのか。私は読んだんですけれども、とってもあのタイトルがあなたは尊いっていうことで、あのー、まあよくチューリップのね歌で 赤、白、黄色、どの花見ても綺麗だな。赤だろうが、白だろうが、黄色だろうが、それぞれみんな輝いてて綺麗だ。白いチューリップが赤のになろうとせず、赤いチューリップが黄色になろうとせず、それぞれがみんな綺麗じゃないのっていう歌じゃないですか。まさにこの本も、あなた自身泥臭くてもいいから生き抜きなさい。生きていけば必ず何かいいことあるんだからっていうような、すごいメッセージを私は感じたんですね。で、先ほどあの、 え木村先生がおっしゃったように、あの例えば野球もやったことない人にルールブックを渡して、これで野球を楽しんでみろって言っても、それ絶対無理なんですよ。だけどそこにバットとボール渡されて、そしてイチローっていう選手、大谷選手っていうのが現れれば、あ、野球やってみようかなと思うの。それと同じように、この本を手に取った人が、あ仏教ってこんな面白い考え方があるんだな、こういう生き方を示してんだなっていうのを、 伝えてくれてる本じゃないかなと私は思ったのでこれは一体どういった方に読んでほしいと思ってるかをそれぞれに聞いてみたいなと思っておりますありがとうございますじゃあまず里島さんからそうですねまあその基本的に多くのビジネス本これビジネス本のコーナーに並んでると思うんですけどはその 例えばね「1分で話せ」とか「その行動をこう変えろ」みたいなことがいっぱい書いてあるわけですよね。でこの本自体は「あなたは尊いで」でまず変わらなくていいっていう風なと,と,ところで,で,で自分で自分が尊いと思おうっていうか変わらないところから始めることによって変わろうっていう。 本かなっていうふうに思っていてなんかある種か変わらないといけないっていうふうなことのあ圧力みたいなのに疲れてる人がて手に取ればいいなと思ってタイトルだったりだとかこういう表紙だとかっていうのは設計してますねじゃあ矢島さんはいそうですね テーマがこうやっぱこう法華経とか日蓮とか日蓮聖人とか扱ってるのでなんかあんまりこうすっごくこう、まあ、仏教好きだから読もうっていう感じの漫画にはしたくないなってそう思ってて漫画としてまずめっちゃ面白いっていうのを言われたいなと思ってたので、ま、とにかく仏教とか山興味なくてもなんか面白そうって読んでもらえるのが一番いいなとは思ってますね。 では木村さん、いかがでしょうかああまた難しいですね。でも、矢島さんおっしゃったら、うん、のがやっぱりとっかかりですよね。漫画好きの人にまず呼んで、ほしいですね、うん、であともう一つがあの、さっきもちょっと話し,しましたけど、言われたい言葉を言ってほしい人。つまりこう背中を押して今 誰かに押してほしいなっていうような人に呼んでもらうと多分。このイケメンのこの日、蓮証人から背中を押してもらえると思うんですよね。うんだからそういう感じかな。あれですね。なんかいいよ。いいよ。じゃなくて、しっかりと言われたい言葉を理解して言うって結構難しいこと,ことじゃないですか。だから日蓮がそれができてただ,たんだとすると、それはそういう能力を日蓮はなぜ持ってたんだろう。っていうのとかも含めて興味深いですよね。うん よろしいでしょうか。ありがとうございました。いかがでしょうか。あの皆様。ウェブの方はいかがですか。質問が来ているようでしたら。はい。またお知らせください。あ、ありがとうございます。では、マイクが参ります。と、漫画で、お三方に。どのページが一番好きか。 あの矢島さんはどこに一番力好きなページを教えていただきたいです、ねうん。ありがとうございます。じゃあこれはどうしましょう <laughs>。今皆さん一斉に手に取り始めました。先生、うん、私はさっき言ったあのお母さんのところ。うん、あの私もあの福井の鶴ヶという海っぱたの人間なんですね。 で日蓮商人もその千葉の海っ端の生まれなんですよ。だからそういうような磯の香りを、もうこれいろんな本にも書いてあるんですよ。磯の香りを嗅ぐと、ふるさとを思い出される。ふるさとを思い出すと、お父さんとお母さんのことを思い出す。それがうまくそのこ漫画になっている。うん、あのくしくも本当に、あのさっきも言いましたけど、自分の母親を思い出したので、ね。 だそれがものすごく、一ページじゃなくてその話自体がものすごく私は心に残ってます。はい。どうでしょう。場合をつなぎましたけど。先生 <laughs> ありがとうございます。お二人、あじゃあ佐島さんから。いや、安島くはね最後で、僕なんかはやっぱ全部この難明法蓮華経って言ってるこ駒はなんか強く言ってる駒は、まあ見開きもうまく使ってて全体的にいい駒入ったなとは思って読んでたけれどもという感じです。 編集者としての、はい、言葉でございましたが、じゃあ、えー、実際に書かれた、吉島さんはいかがですか僕はですね、一番好きでちょっと誤解があるかもしれないですけど、馬に乗って 5, 5本目の話で、女っていう,こうキャラクターがポッコポッコって歩いてるところがあるんですけど、この馬が 普通の馬よりちょっとちっちゃいんですよね、なんかあの鎌倉時代の馬で、なんかちっちゃいんですよ。だから、これがあのネットで載せたときに、あなんかこの馬ちっちゃくねってなんか誰かが言ってて、それは鎌倉時代の馬で、の子のって、こう、誰かがまた説明しだしたときにめっちゃ嬉しくて、あ、そうなんです、その馬って思って、ここと、あと、海苔のこのお味噌汁をお母さんに。 でこののりの話は特になんかお手紙とかにあったわけじゃなくてこの千葉の,このフードとかを調べてたらなんかその幅のりっていうのを入れる風習があるっていうのを知ってあそういうの食べてたかもなと思って書いたらそれもコメントであ地元で食べてましたみたいな僕の地元もこの味噌汁でしたみたいなのを言ってくれてなんかその、まあ、自分のその 記憶と結びついてなんかそんな懐かしさとつながったのはなんかいい、まあ、困っているわけじゃないんですけどそこの海りのはよかったな海りと馬でしたけど、はい、あの日蓮翔のお手紙の中でこんなんもらいましたっていっぱい書いてあるんですけどその中に海りわかめもらったりとか<あ>そういうのが出てくるんですよでそうするとあ,あのその故郷を思い出すっていうのが出てくるんですよね、はい、よかったつながりました はい。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい。あともう一かぐらい大丈夫ですか。はい、もしよろしければ、いかがでしょうか。はい。なんか、はい、読もをふけてまいりまして。はい。<laughs> はい、ええー、皆様の、ね、あの、こう、ご満足いただけるお話がたくさん聞けたんじゃないかなというふうに思っておりますけれども。はい。 えー、それではですね、メディアの方にも本日ご出席をいただいておりますけれども、こちらのメディアの皆様からのご質問も大丈夫でしょうか。はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございました、えー。本日ご視聴いただきました皆様、そしてご来場いただきました皆様ありがとうございます。最後にお,お三方から一言ずつ何かあの聞いてらっしゃる方、見てらっしゃる方にあればと思うんですけれども、じゃあ里島さん。はい。 ナンピョンほうれん月経です。矢島さん、いかがですか。これ二回いけないやつですね。<laughs> いけないやつです。<laughs> いや、でも、ありがとうございます。僕も、でも、この、やっぱ。漫画を作るときに、まあ、正直、初めて、こう、日テのことを調べて。そこから、すごく興味を持って、あと、僕、カレーを作ったりする人好きなんですけど、それもインドで、なんか、仏教。とか、なんかね。関係あるのかなと思って。 いないんですけど。そう、だ、結構仏教そのものにも興味を持って、なんかすごいいい。いい漫画の。テーマをいただいたなと思いました。また。スピンオフとかもね、か、書きたいので、ぜひ。ご依頼いただきたいですけど。いいですね。多分まだ書き,ききれなかったお話がたくさん。ね、きっとあると思うんですよね。多分、書いたら、ね、なんか四十五巻ぐらいになりそうですもんね。 さんなんか、ね、いやなんか例えばこれは結構しっかりと書いたじゃないですかでこれどういうふうにしていきたいのかとかで例えばもっと若い人に受けるんだったらそのもう思い切って日蓮が異世界転生してきてるとかね <laughs> なんかそ,その中でも通じてこそ法華経の教えが不変だってことでやっぱり本当に今の現代語訳読んでてもこれもう全然。 今の人に伝えようとしてなくて限りなくもう誤解が生まれないように簡約の言葉のままっていう風にしててなんかあえて誤解も生まれる形で再解釈をみんなが再度しに行くなんかこれ間違ってるって言って議論が起きるような作品を作りに行くとかっていうのは僕はやってみたいなって気もしますけどね。冒険と言いますかねなんか挑戦と言いますか。 そのあたりも含めて、では木村先生、最後にはい、皆様にお願いします。いや、もう本当にお,お,お二人の言われたことを <laughs> まとめていただいて、はい、あの私が高齢に携わらせていただいて、本当に思ったのが、まあ、基礎的なところをつかれると、やっぱりなかなか難しいよねっていうところでも本当だったらそこら辺を伝える。 べきなんだろうな。ですので、あのその一端でもこの本で触れていただければ、あのこの本のあの本当に言いたかったことっていうのがいっぱい伝わるんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございました。え本日は本当にありがとうございました。 ご招待いたご登壇いただきました里島陽平さんそして江島健二さんそして木村忠一さんでございましたどうぞ皆様拍手をお願いいたしますありがとうございまし以上をもちまして漫画あなたは尊い残念な世界を肯定する八つの物語観光記念スペシャルトークライブを終了とさせていただきますご視聴いただきました皆様本当にありがとうございました